パラパラなんや。わしが上げとるときに。おったんかん。まだおったかもしれないか。おいくいしましたもん、こいつ。はい、おい。2キロ以上あるね、これ。ねえ、2キロ以上ありますね。大きい方がいいよね。いやね。私がでした。7メーターか8メーター前のところでヒットして、なんとあれ水面までは持ってこれたんですけども、カモが間に合わなく、まあ、向こうに突っ込まれた時に、まあ水面まで参ったんでね、糸の伸びもないですし、パチンと一発で切れてしまいました。残念です。強い。外れた。おお、待った。待って待って。メダル。
なんか美味しいらしい。そこの方ですね。そこから、あ、でも結構増えちゃった。10メートル近くだった。絶対回ったと思ってました。メダイです。初メダイ。から10メーター巻くと、そこからはちょっとスピードを上げながら左の手で竿をしゃくるんではなく、ハンドルを巻くことによって竿が上がるっていう感じです。それで20メーターを超えると、今度はマダイ、まあもちろんヒラメもそうですけども、青物、そういう風になるともう割とスピードを上げて、大体平均的に何メーターぐらい上げるのになりますか？中層まで。中層、はい。青物の場合はもう完全にもう80メーターだったら40メーターだから、これだったら80メーター出た場合に48センチ、1回転で48センチですから、もうそれこそ80回転、もう1、2、3、4、5、6ともう 数を数えながら確実にもう80回は巻くというような感じで、今日も70回で一度青物が当たりましたし、マダイが来たのは40回目、それとヒラメは15回目でしたけどね、今日もそれぞれ、ヒラメ、マダイ、青物すべて当たってますから、ただ欲しいことに、青物は当たった瞬間、走られた瞬間にもリーダーが飛んでしまいました。それとマダイの場合は惜しくも針外れ、ヒラメの場合は水面でもう巻き込んでしまって1メーターしかないリーダーのところでポンと向こうに走られたもんで、もうそれでまたラインブレイク、もったいない話ですけども、まあこれを教訓にしっかりしたタックルでやってください。ちょいちょい。見てやる？
どうです。このジグがホッツが新しく開発した漁具系のジグです。今日はこのジグでの DVD 撮りを兼ねて最終テストをしてきたんですけども、まずはじめにこのジグの特徴としてこの横溝、それとこの水平翼、この水平翼フィンをつけることによって今まで漁具系ジグで致命的な欠点とされてきた回転、それをかなりの確率というよりもほぼなくすことができるようになりました。それとこの横溝ですけども、横溝は初め縦溝だけでやっていたんですけども、このタコベイトを交換するときに縦溝だけではやりにくいということで、そしたら横溝も一度つけてみようかということで横溝をつけると、それが水の抵抗が、水が多少でも横に逃げるのか、それを水が逃げることによってケツがプル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 振るようになりましたね。それでちょっと振ることによってタコベイトが大きく振る、それがものすごく魚にアピールするように感じられるので、もうそしたらこの横溝は絶対大事だということで横溝はそのまま残しました。それとこのタコベイトですけども、タコベイトも従来のタコベイトよりも肉厚を薄くして柔らかくし、それと頭をストレートにして肩を張らして、肩で水の引っ張った時に肩で水の抵抗を受けるようにして、もうそれこそベロ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 、もう手で言うたらもうバーッと振るような状態を作るためにこういうタコベイトを作りました。それで今日これの最終テストを行った結果、根魚はおそらくこのタコベイトがアピールをして、それで根魚はすぐにもう目標を達成することができたので、それならばもうあれだから中層まで探って大きな魚を狙ってみようということで、無謀にも根魚タックルで挑んでみると、やはり思った通りの動きをして、もう青物、それもかなりでかいやつだったと思うんですけども、青物もヒットしました。それもヒットして突っ込まれた瞬間にラインブレイクしてしまいましたけども、その後20メーターか25メーターのところで大台もヒットしました。その大台とはかなりやり取りをして、まあこれはもう大台だなって言って、今までかなり数も釣ってるんで大台だということは分かりましたけども、まあ、今まで数釣っとってこれほど大きなタイガっていうぐらいのタイガかかりましたけども、それも結局針外れ、残念なことに。それとヒラメもヒットしました。ヒラメも水面まで持ってきたんですけども、それも残念ながらラインブレイクしてしまって、まあとにかく中層まで探っても必ず青物、マダイ、ヒラメ、そういうものも釣れますんで、皆さんがこの新しいジグを使うときにはそれなりのタックル、まあ根魚だったら根魚用、青物だったら青物用のタックルで挑んでもらいたいと思います。